俺はよく映るんだろうか。俺、映像よく、これは。大丈夫か。これはです。白子民彦の、掲示板リベンジと。あれ？掲示板、リベンジというところですけれども、これちょっとまずいのかな。どれか、こっちか。消せ、こういうことか。あまりにも、まあ、愚かというところでですね、ちょっと発信、まあ、調整を兼ねて発信をさせてもらっております。このいいのかな。あ、もう黒番ちゃうか。要はですね、まさに本当にその藤島敏久と同じでですね、彼はゴミだとか妨害者だとか犯罪者だというような言い方をしてですね、どういうふうにその妨害者なんだと、ゴミなんだと、犯罪者なんだというそういう言い方をですね、できないわけですね。できないで訴えるぞとか、訴えただとかですね、提訴するぞと、そういう言葉をですね、吐けば、みんながその口をおとなしくなると、何回も言っておりますけども、日々淡々との会話においてですね、そういうふうに告訴するぞと、提訴するぞと言えば、損害賠償請求するぞと言えば、おとなしくなるはずだということを、公言しておりますよね。まさに藤島のらの手法というのはそういうことで、自分がいい加減なことをしているものを、そういう言い方をすればですね、脅せば、おとなしくなると。あるいは、まあ、警察だとかですね、そういう組織を、匂わせたり、ちらつけさせればですね、当然、藤島あたりがいい加減なことをしても、それを追及しなくなるはずだと。要するに、これもまさに白子がもいつもそうなんですけども、まあ、白子と藤島とかですね。何も堂々と自分が言ってるんだから、堂々と答えるだとか、自分、ね、私の行動何がおかしいんですかという聞けば済むことであってですね。ほいで、そんなにその政治的知識、裁判に対する知識があるんであればですよね。丁寧に、まさに解けばいいわけで、あなたよく知らないんですねということですね。そういうことをできないくせに、まさにとちんかなことをやってるから、まさにそうなんですけども。彼らに共通してるのはまさに、だから何が悪いんだと。なんで、そういうふうに言えるんだと。そういうことをですね、言わずに、勝手に妄想でですね、ああだこうだと。おい、それは、あんた知識がおかしすぎるよという声を、みんなに反映させないと。書き込めば、ここにあって書き込めばですね、それを反映させない。藤島はまさにそうですけども。ところが藤島が言ってるのは、まさに、
昨日も今日も中継局として放送しますけども、まさに藤島と違うところの町カフェというテレビがついてないですね、名前も違う、まさに行人弁じゃない町の方ですね、はぐれさんがやっているところですね。あそこではあらこうだからおかしいよねというようなことをはっきり言うわけですよね。それに応えて藤島もああいうふうに言うっていう、それこそはコラボなり堂々とものが言えないんで、相手にものを言わせないんであればですね、自分のところでああいうふうに自分の行動を批判するけども、あるいは妨害者だ犯罪者だと、ね、告訴したこ、と言っているのに対して、告訴してないんじゃないかというようなことがあったら堂々とですね、なんで、告訴しないという言葉が出るんだろうとかですね、してるんだよって、してるんだけど、高知県警が本部が動かないんだよと、あれは幾日に提出したと、幾日に、藤島口頭でやったと、受理したと言ってるわけですから、そういうことについてはっきりと答えればいいわけですよね。まさに藤島だとかこの白子っていうのは、ただ自分でガタガタ出て自分の不利をごまかすために、あるいはデタラメさを隠すために、妨害者だとかゴミだとか犯罪者だとか告訴したと、だから告訴したんだから私の言ってることは正しいんですよと、まあ何人かの藤島信者をですね、信者っていう言葉がおかしいっていうのはもう当てはまるようなそういう態度を取ってるから言うんであってですね、それも信者だと言ってるというのはおかしいじゃないかと、堂々とものを言えばいい、それは言わないで、ただ藤島あたりのですね、何のあれがあるのか知りませんけども、持ち上げてくると、あるいは相手の口封じまでしてくると、いい加減なことでですね、まさに共通してるんですね。単に、だから藤島が訴えるなんて言ったって訴えられないんですよ。訴えた、それでもまたそういうふうに言ってやる。自分の行動が、商売をまさに妨害してるんだったら、それはまさに業務妨害で、そういう営業の業務妨害だと、まさに、そこで訴えればいいことであってですね、こうだからあれだよと、邪魔しないでくださいと、ねえ、あなたとか言うことを相手信用するんですよと、それは私は言ってないでしょうと、藤島自身がですね、私は言ってないでしょうと、やればいいことで、相手が信用するっていうのは、そんな単なる噂話を一方的に信用してですね、藤島との付き合いをやめるんであれば、それはやめたのいいんであってですね、こういうふうな電話があったと、例えばですよね、あるいはインターネットでいろいろ書いてあるけども、どうなんだと、正面切って聞いてくる人であってですね、それで十分に藤島の言い分を聞いて やるというような人であれば、初めて信用でき、商売としてやっていけるわけですよね。藤島のやってるのが自分で自分の首を絞めて、何も偉そうなことをやる必要ないわけですよね。山本裕二の件もそうですけども、もうとっくに早い時期に藤島は、地元では山本裕二氏との関係があって、ちょっといろいろあるんでってはっきり言ってるわけですね。ところが中山玄、中谷玄氏ですね、については何かやってる。だからこの前の衆議院選の時も、ああいうようなですね、それは裏切るだろうと、少なくとも藤島を応援している者、反自民だというものに対する裏切るだろうということをですね、平気でやる。金を出してくれるやつはどこでも騙す。あるいは、
へつらうと。単にその一時的に言ったことなどみんな相手にしないし、ね、当たり前のことを言ってる人間でも、そういう付き合いがなければ、でたらめな政治家だとか、そういうに付き合いがなければですね、大丈夫だと踏んでるわけですね。まさに昨日、この週末からかけての、まあ今日はまだ放送してないようですけども、報道見たって、どう見たって、その、説明がつかないですよね。あいつ、うまく仕事行ってるって言うんだったら、ねえ、それこそはその、ちゃんとしたところを構えて、ねえ、堂々とした最低ビジネスホテルというところ堂々と名乗ってですね、ここにいるんだと。やれないで、その事業なんて発展させることができるはずがありませんよね。だからあくまで想像で、ね、また寄付をもらったんだろうと、誰だって言いたくなりますよね。こんなうまくいってるんであればですよ。第一、住所も定まってないし、まあ、高知あるって言えば、あれですけども、会社でもないしね、起こしてないし。まあ、藤島の方に言うことに今シフトしてしまって、しまいましたけども、要はまあこの白子民彦だとか、まあ、大高あたり持ち上げてる人間ってのははっきり言ってろくなやつらじゃありません。国元も、はっきりしましたし、さらに、その中でもこの白子民彦と、まさに朝知恵でですね、世間を舐めてですね、まあ白子は舐めてるんじゃなくても、自分でその行き場のない状態ではうごめいてるという存在ですけども、まあ藤島は舐めてるというような現実です。だからしたがって、どんどん自分で自分の行動を狭め、自分の組を締めていくというところですよね。まあ戻りまして、白子の件ですけども、まさにです。だから何が言いたいんだと、その私が出した訴状をね、その補正命令が出て、それはその使いされて、その裁判がダメになったということが明らかにあると。まあ藤島の件は今いろいろありますけど、まさにですね、高知県警の問題があってですね、ずいぶん裁判所もずいぶん待っててくれたんだけども、これはまあ、県警に責任、国に持たす、あ、県、そしてその高知地検まで絡んでますね、国の方に責任を出す、他の国賠と一緒にするか別にやるかは別としてです、ね、やりますけども、この白子というのはですね、そのないものをあるようにあるんだと自分で頭の中で作りですね、そして自分で文章のデタラメのものをこうやって公開する、そしてまた動くんだとか、どうのこうのとかですね、この前、昨日もやりましたように、白子が知らない、河野陽子氏が知らない、大高商事が知らないというようなものをですね、バカだから大高商事にその承認もらったみたいなことを言ってますけども、まあ大高商事のこれを、こんなものをですね、ここに書いてあるんですけども、お前何を知ってるんだ、何のためにやってるんだ、自分の供述調書だとか証人尋問調書と、まさに、河野陽子がですね、このようにいつも言ってますけど提出してると、このように裏切り者の大高商事だと、そしてそれはまさに
昨日やったように、あまりにもデタラメな男なんだと、まあ、こういう、供述調書ですね、の中で尻滅裂ですよ、まさにですね。確信がないのに傷なんて見るはずがないんです。ないんだから、病院でもカルテ、昨日やりましたようにカルテも、ね、ちゃんとある、何の傷もないし、そういう腫れのあれもないと、血腫もないというようなこと言ってるわけです。そして、診断書だけ今度は これも加えたいものをまた書け、ここでまたさらに追加してこれも書けたとかですね、そんなことばっかり言ってる。それの相手でそういうふうに白子がたきつけて、私に対しても高裁で無罪勝ち取り謝ると、謝るっていうことはどういうことかって自分でも認識してるわけですね、この野郎は。ここにありますけども、勝ったならばと、ここですよね、ここですよね、裁判で勝ったならば謝ると言ってますと、はっきりとそのこういうふうにやってるわけです。ということは自分がそれだけのことをやってると。だからこの野郎は、大高昭治に白子民彦が裁判所で行き合ったと。それでその、このこういうものとか私の訴状を、ね、公開することを、許されたとか許可取っただとか言ってますけども、俺は大いに構わないわけですよ。私もそのここに公開してるんだから、何も判断するのはそれを見た人の判断であって、白子みたいにデタラメなですね、そのことをさもあるようなことで言わなければいいわけですよ。こういうふうに書いてあるけど私はここに解釈するとね、北詰め どうなんだと私に堂々と言ってくればいいわけですよ。そうすればそれを答えると、要するにこの大高も、河野陽子の裁判もですね、要するに、刑事事件において検察が私にコテンパンにやられたと、どんな球を打ってもみんなそれをあの逆に打ち返されたと、だから、民事においては少なくともね、いやあんな北詰めあたりど素人にねやっつけられなくてどうするんだというふうにやるから、その証拠をみんな掴まれると。だから大高のこれからもやりますから、公開しますけども、まさにデタラメだと、おいそれ憲法違反だよというようなことをですね、書記官も交えてですねやってると。だから判決書もそうだし、高裁においてその地裁の判決書を単なる訂正ばっかりです。これで高裁でやらない。だからそういう現実をですね、判決書にも、で訴えるし、証拠を持ってですね。だから河野陽子もそれの輪をかけたように、やってるわけです。証拠を持ってるわけですね。そういうことだからっていうのは公開してるのに、あれは私も読んでない一部しか読んでない。なぜならばそれ読んだら目の前にいたらふざけんじゃねえこの野郎とやるから、時期がまだあれだということでですね、もう何でも聞いてくればいいし、それをこういうふうにですね、白子民子、まあ、何回言ってます藤島だとかですね、正義だとか裁判所は検察が悪いと、私だってその全部裁判所っていうのはデタラメだと、検察っていうのは全部がデタラメだということであれば、こんなおとなしくね、証拠を持ってどうのこうのなんて、こんな悠長なことやってませんよ。共産党あったりおとなしくやってるけども、
回復構造あたりはあの野郎もやりますけども、それこそ革命しなければダメだと、もうやり直しだと、作り変えたのは早いと、そういう逆に言えば作り変えたのは早いって言ってる奴らが藤島敏久や大高昌司、そしてこの白子と民彦ですね。でそういうものを持ち上げてる者たちはですね、じゃあお前何がそういうふうに言えるんだよと言えば答えられない。それで結集してみんなで危機大会やれば世間を騙せると、それで自分たちのデタラメな主張が通るんだと、こんな余ったまれた考えでやってるわけです。そういうものをまた持ち上げるのがいると、割とだからこういうふうにですね、よく書ける、まあいっぱいありますけども、こんなの相手にするあれじゃないんだけど、この白子と藤島がですね、まあその2チャンネルあたり読み込みたいと、ホースみたいにですね、どうのこうのというところで話題性があるから、あの大高昌司や藤島だ、あるいは白子あたりを2チャンネルでやっても、すぐに潰れてしまうと、反論もするやつもいないと、堂々とですね。私は裁判官だとか、そんなの堂々と言えると。くだらない反論があってもですね、そんなものはいくらでも言うし、あるいは証拠を持ってですね、判決書にここに書いてあるでしょうと、これは法律違反でしょうと、ね、あるいは数字まで日にちまで変えてまでこういうことをやってるでしょうと、これはこの判決書も書くこと自体が法律違反であって憲法違反であり、判決書に勝つそれが数々の法律違反を犯してるんですということを書いてあるでしょうというところでやるから継続するわけです。また、だからそれを呼び込もうとしたやつもいましたけども、この間はっきり言いましたけども、2チャンネルどうのこうのって言うんですね。それはもう前も言いましたけども、だから裁判官の誰々ってまさに名前を挙げてですね、この裁判官というのはこういう憲法違反を犯して、そして系列のほとんど判事じゃなくて検事だろうと、こういうグループがまさに、判検交流のですね後遺症がまだ残ってるんだよというようなことを言っても、それをその削除しなければですね、そのスレをですね、私は2チャンネルでもやりますよ。ところが2チャンネルというのはその権力には弱いのが、一番弱いのが2チャンネルです。逆に言えば利用してるわけですけどね。だから広がっていきますけども、いや本当にですね、このようにそのな何が言いたいんだと、それはお前が勝手に思ってくれて、誰がその補正命令によって却下されたっていうのはどこにあるんだと、そうじゃないだろうと、大高昌司も河野洋子も私の出した訴状に対して反論してきてる、答弁してきてる、それを裁判所がわざわざその補正命令を出す、だから河野洋子にも答弁書の書き方もどうしてる、答弁書を出してきてる、そういうものに対して裁判所はですよ、答弁書の等の書類の書き方を教える、こんなこと言うわけで、それで一方的に法廷でわめかしといて、私が言おうとして言えないと、そういうデタラメ、あらゆるデタラメをするわけですよ。だからみんなついて何やってるんだと、冗談にしろと。証拠書類でもそうですよ、この、白子がこの横から聞いてるんだでしょうけども、そういうふうに
事実はまさに河野陽子がですね、このようにその準備書面と証拠、最終的には準備書面になってますけども、こういうふうに言ってるテープもあると言って 何巻か確かに、出してます。出していながらです、裁判所は私に、私が言ってもなんでよこさないんだと、そんな不公平ないだろうと、なんでやたらめの裁判があるかと、裁判所に言ったって裁判所は動かない、答えないと、で私がふざけんじゃないって乗り込んでいく。ほんで仕方なく最後にはよこす。そうするとまだ私によこしたその証拠書類、あるいは訴状と準備書面、そういうものをですね、裁判所の書類と照らし合わせれば違うと。だから全面もう一回ちゃんとしたものをよこせと、同じものをよこせって言えば、まさに警備呼んでですね、人を追い出すと。まあ、こういうことは後でやりますけども、ちゃんとですね。だから、どういう意味でと、まともにやってるのはこっちなわけですね。だから、逃げ切んなくなって、明日じゃあ法廷があるか、まさに書記官で、明日法廷があるから、これはもう追及するぞと。言えば、明日裁判があるっていう、その前の日は言ってないのに、その当日になると裁判官が変わる、後藤健が出てくる。ほとんど検事の後藤健がですね。ここで先ほど言ったように、法廷で相手に一方的に話させて、こっちが言おうと言わせない、いう余地が取らせない、公平にですね。それでそういうふうに証拠書類も、裁判所が勝手にやって、私に渡すやつは適当なものです。録音したテープを、裁判所がそれをよく渡すなと、利用されるか渡すに、こういうことをと法廷で通るんですよ。だからふざけんじゃないとなるわけでしょ。言葉あれですけどね。まあ、あらゆるその戦いをですね、そこでやって、逃がさずにですね、白子みたいにバカだからどん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 逃がすと。まあ、白子自体がろくなこと言いませんので、あれですけども。まあ、その現実のですね、だからそういうふうにまともに戦ってる、腹いせでやるんじゃないって、うっぷんばらしでやってるんじゃないよと。そういうものに対してこういうふうに藤島だとか白子民彦っていうのはですね、自分のうっぷんばらしのために、まさに、ないことを勝手に自分で想像して、それで、ひどいでしょうと。こういう草詰めっていうのはこういう男なんですよと。やるわけですよね。そうなればふざけるなって なるのが当然ですよね。これも何言ってるかさっぱりわからないわけですよ。だからどこにその補正命令を出して、それで書けなかったから裁判が終わったんだって、どこにそんな証拠があるんだってことですよね。まあこれからそのどんどんその判決書、大高商事の件もそうですし、河野陽子もそうですけども、最高裁で一応その形を取らせたと。だからまさに告白も書けますし、それから街頭でもですね、証拠を持ってまさに国会の前、それから最高裁、当然に、東京、高裁のですね、地裁高裁の前でもやる。まして今は、今後は、あの反対側のですね、警察庁というところの前でも、何やってるんだと、高知県警は犯罪組織だと、なぜならばという言い方、証拠を持ってですね、まさに、なぜ彼らが送り返してきてるというようなものを私が受け取らないかと。
いうこともですよ。あるわけです。何言おうか、こんなものへりくつ言ってですね、返すくることないんだよと。それをまず受理して、それでも分かんないところがあって、いくらでも送るし説明をするよと言ってるわけですよね。それを話題を ずらして、焦点をずらして、なんか切り抜けようとして、それはお前さん、裁判の相手と同じだよと。なんだかったら、警察の仕事じゃないだろうと。それは犯罪行為だよと。まさに相手を、証に、一方的に応援するところの、脅迫行為もそうだし、犯人隠避もあるし、藤島の言うところの不作為。あらゆるものがつくだろうと。警察じゃないだろう。お前、権力の乱用だろうと。乱用なんて余ったれたことじゃないわけですよね。まあ、話が、ちょっと、あれですけど。まあ、要は、とにかくですね、本当に、あれなのは、正義だとか、検察が悪い、裁判所が悪いと言ってる奴らこそ、まさに、毒なんじゃないと。そういうことをですね、その、もう本当に言えると。まあ、大高商事あたり利用するやつもそうです。まさにそういうことです。だから、白子なんていうのは、昨日もやりましたけども、自分でみんなゲロしていながら、まだその白子、閲覧しなくちゃなんない。閲覧が悪いって言ってるわけじゃないんです。こっちが裁判、まだ裁判中なのに、いかげんなこと言うな、と。いうことを言ってるわけで、それをまともに判断して、こういうふうに書いてあるけども、これは明らかに、北詰がおかしなことやってるから、裁判所をそうにしたんだ、という説明するんだら怒りもしませんよね。もちろん常識ある人は、あれよ法に知識ある人は、まあさ、トンチンカンなことを言う男だと知らこうと。みんななるから、そういうことが正々堂々とできないわけですね。それがまさに一番ひどいのが、白子であり、藤島敏久でありですね。この白子。そして、大高商事あたりを持ち上げて、正義だって言ってる連中です。これをですね、まあ、使わせてもらえるように、これは軽いしですね、まあ、時間制限がなくですね、やれるというところ、非常にこれはいいんじゃないかと、思っております。今後も、ちょいちょいですね、もうあらゆることをどんどんやっていきます。もう何か言いたいことがある人は、どんどん書き込んでもらえばいいし、あるいはその、コラボに近いですね、こともできるし、何でもやります。私は言ったことは責任取ります。よっぽど間違ったことであれば、それはこういうものに場においてですね、非常に誤解があったと、はっきりと言います、それは。何回も言えって言えば何回も言います、それは。何も私はその今言ったように、鬱憤晴らしだとか、するわけじゃないわけです。この大高みたいな、バカったれみたいな、こんな恥ずかしい答弁書をですね、書くと。お前は何を戦ってるんだと。お前何を考えてるんだと。お前の自分の民事訴訟のあれを書力を裁判の判決がデタラメだって言うんなら、相手の訴状と、お前の答弁書、そして裁判所の判決書を公開しろよと。できないわけです。何かできなければできないっていうことは、藤島もそうですけども。まさに、そうじゃ、どうもそうじゃない。あくまで、大高商事っていうのは鬱憤晴らしで、あんなものを放送してる CN グループだとか、レバーネット、あとそれからなんか映画作ったっていう、物事たちもですね、お前何考えてるんだよと、訴えられるよと、それは。
そういう風なですね、相手をただバカだからあんなところで騒いでれば本物だろうと、それでどんどん利用するぐらいだ。わけが違うわけです。まあ白子のですね、これの、こんなものまでまだ愚痴あんなことを、公開していながらですね、昨日もこれもやりましたけども、まさにこういうふうにですね、こんなものをこれは河野陽子以外ではわからない、私も知らなかった、大高商事の件については書類については私ははっきりと、だから最初から時効もあれによってそのまたリセットされたと。白子民彦がですこんなことを書いててどういう弁明ができるんだってバカなんですよ、はっきり言って頭が切れないすぎる、切れる切れないの以前の問題ですよね。こんなことをこれで書いといてどうのこうのだと、閲覧したってその書類がまさに正しい判断ができなかったらば意味がないわけですよね。それを現実で今やってるわけですけども、自分がその同じ裁判官によって有罪にされ、まさに名誉毀損です。こいつはまさにそういう意味からまた実刑をですね食らうことようなことを平気でやってる。私が保険金詐欺だとか、私がそんなものに、言ってそれでみんな引き込んで、それで、裁判かけて損害賠償請求するようなことをしてるんだとかですね、あるいは私がその連れ合いだとか母親だとか、それもその、不審死だとかですね、毒殺だとか、そんなことまでその公開してると、あの白子はですね、まあ、そんなこと言ってしまってどうやって取り返しがつくんだと、何も考えてないわけですね。そのあの大高商事もそうだし、まあ大高はもうそんな一回壊れてるらしいから、インターネットでですね、コテンパやった自分のホームページ開いて、まあこれはちょっと下に聞いたことですけども、まあそういうものから、身近なものから聞いたんで、あれですけど、やってダメだと、みんなやり込められちゃう。だから、やめたわけです。ただ、今、大高商事あたりを持ち上げてる連中っていうのは、まさに承知でそういうのを持ち上げて、自分のその寄付行為だとか、あ、どうのこうのというために、持ち上げてると。それの典型が、福島俊久であり、国本正治であった。これがもうはっきりしましたんで、前も言ってますけども、十何人のあれやりましたけども、もうめんどくさいんで、コーチも、まず、コーチも、あ、コーチも入れ、あれですね、まあ、いろいろ、コーチ、知事もですね、やるか、高知県も入れるかもしれませんけども、国本と藤島俊久と2人に絞ると、そしてひょっとすれば高知県警の関係者も入れるか、多くても3人、少なく2人をもう一度、まさにですね、裁判所と話してですね、継続か事件番号取ってますんで、まあそれもあってですね、そこだけは有効になってますし、まあ、こうなればそうじゃなくて、まさに、白子がですねはっきりとああいうふうに公言したというふうになれば、まさに実刑食らうとこ、また実刑食らうとこの名誉毀損というふうに値するようなことを平気で言ってしまってるというところからもですね、これはその国本勝と藤島を対象にして、あるいは関係者というものを3人に絞るとやると、民事もですね、そういうことです。まあ
取り留めもありませんけども、まあ、本当にひどい続きですと。自分の、その、思考能力とかそういう以前の問題をですね、やっていながら、まさに忙しいから、追記しないだろう、というようなですね、高く食ってるのか知りませんけども、白子もですね。まあ、あまりにもひどいんで、ここにある。まあ今後はちょっとしたことでもですね、短い時間でも、長くなってもですね、声を出していくと。そして、まさに検察あたりが邪魔をさせないと思うんですね。まさに命張ってもやると。そのくらいやらないと、本気でやらないと、検察っていうのは、自分たちが、そのいい加減なことをしたものは、あくまで犯罪行為でやろうが、人殺しでやろうが、やるわけです。私は言える。はっきりと言える。なぜならばというのを何回も言ってますけども、そういう証拠もしつかんでる。というところでですね。まあ、国媒のあれなんてほとんど証拠なんて出せないってなったと。そういうですね、現実のわけです。しかし、どうしようか。まあ、唯一とは言いませんけども、国媒においてですね、出したと、五号証として出した、こういう封筒をですね、19年2月使った、これをその刑務所に入るときに作った、持ち込んだ封筒の一つです。もう一つ肝心なですね、ここにずっとそういう持ち込んだもののあれがあるわけです。それをこれもあるだろうと。これはなんで渡してもう一歩渡さないんだと。いや、そんなものはないって言うから私はこれ証拠を出したわけですね。だから、こういうものが、ものすごい証拠はですね、人の車勝手に処分したりですね、そこから盗みをしたりやってるというようなですね、そういう戦いを国媒でもやらなくちゃなんなかった。それができなかった。それはなぜかと言えば、今言ってね、大高商事や河野陽子の裁判において、そういう人のをですね、集中させないと。次から次へそれを怠ることはできないと。いうところで、理不尽な行為があったら、それはもう、国媒において、挙げてます。この先ほど河野陽子の書類でもそうですしですね。判決において明らかに見れば分かるように、これは憲法違反だと。そういうことまでして、自分たちのですね、力のなさ、検察に向かって力のなさなんていう言葉自体おかしいんですけども、そういうところで、またやるから、この国媒も進む、そのやってるあれがないんだと。よく分かんない。ありがとうございます。まあ、とにかく、嘘はありませんし、なんか言ったんであれば、堂々と言ってもらえばですね、私は答えます。私が言ったことについてはですね、まあ、そういうことです。職員さん、ありがとうございます。これからはですね、これを、もう、藤島を応援してるですね、ホースト、いう住所も全部分かってますけども、こいつは、ラニーですね、あまりにも愚かで、後になってそれじゃ困るだろうと、逃げ切りはないだろうということを平気でやるわけですね。まさに、油断っていうんじゃないけど、そんな愚かじゃないだろうと、持ってれば平気でやる、口封じをですね、口封じするなんてできるはずがないんだと。
いうところもわからない、それだったらうまく対処すると、堂々と、そういう反論するとかですね、直接聞いてくれよ、今。そんなものを人がその、ね、ミラーだとか、ミラーじゃないだろうと、裁判持ち込めば、お前がなんでこんなこと言う必要がある、言えるんだと。お前は、その、まさにその犯罪者、藤島今犯罪者です、私から言えばですね。証拠はあります。藤島が言うとこの犯罪者だとか、わけ違います。我々は、証拠を基づいて、藤島の行動、あるいは藤島の公言、それをおかしいだろうと言ってるだけであってですね。藤島みたいにですね、何も根拠なくて、自分の防御のために、自分のデタラメさを、それを防御するために、まともな言ってる人たちをゴミだ、妨害者だと、犯罪者だと、だから訴えたんだと。だから、損害賠償請求をするんだと。書類も書くんだと、出すんだと。北詰が被告以下、何名だと。いうのをやっていながら、最終的に今度は国も訴えるんだと言っていながらです。悪たれをつきながら、やめてしまうと。そういうのとわけが違うと。堂々と我々は、そのまさに、藤島を、ね、信用して、寄付までしてた石川さんまで、あなた何やってるんですかと。まさに今そうだ。田母神さんというところも問題になってる。藤島なんての大問題ですよ、あれ。中谷元氏に聞かなくちゃなんない。聞けってのは聞きますよ、私は、はっきりと。そういうことをですね、あの野郎は、まさに、ふざけてると。だから逃げ回るわけですよ。四国になったら、今度はまた全国周り動く。そうじゃないんです。どん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 もう、やらないと、今は順調です、順調ですっていうのが、4月になっても順調ですと言えなくなる。あるいは周りから攻めが入ってくると、もう。そういうことによって、いられないから、東京にいられないから、地方に出てくんだろうで、藤島さんよと。そういうふうに、まさに思うんですよと。なぜならばっていうのが言えるわけですね。藤島はなぜならばゴミなんだと。なぜならば妨害者なんだ。なぜならば犯罪者なんだと。そういうことを言ってですね。そして、ね、皆さん妨害者でしょう、犯罪者でしょうと。だから私は告訴したんですよと。だけど高知県警とのね、ああいうデタラメな奴らだからと。まさに、藤島今、高知県警、高知地検をですね、高知県警本部、それから高知地裁をですね、地検をまさに利用して、今度はまた、あいつらが動かないと。そういうことを、その、やってるんだと。自分は被害者だというようなことを言ってる。馬鹿言うんじゃないと。どこが被害者なのに説明してみろと。ちゃんとやられたら説明できないから逃げ回って寄付をって。いや、妨害者がいるから公言できない。妨害者がいて公言できないなんで公的なところで堂々と物が言えるんだと。裁判所で、ね、あるいはそういう機関の前で堂々とやれるはずがない。そんなものをちょっと言えばあんたおかしいよ。そんな、どこであんたはその、じゃあどういう商売をや継続できるんですかと。ああ。ついついな、あれですけども。まあ、そういうところです。だから、コースあたりが、くじふじしようとしても、街頭演説もするし、堂々と。ねえ、コースのところに行ったっていい。なんか、いい加減にしようということです。口封じ、目先のことでやろうとするから結局は自分がそういうところを責任を負わなくちゃならないようになるんだということですよ。ミラーだったって持ってる証拠、バカモンが。お前は答えられないでしょうと言うから、答えられることをやってくれば口封じしやがって一方的にとんでもないことを公言してる。
人のことを公言するんだったら相手に反論させろと、藤島と同じで反論もさせないで、反論させないんだったら人のことを公言するなこの野郎嘘をというようなことを警察通してやりましたから、あれの証拠残ってますしですね、藤島を応援しているところの何人かもういい加減にしろ、そういうことです。ああ、まあそういうことですって取り留めなく話をしてしまいましたけども、まあ要するにこういうふうにですね、藤島だとか白子為彦だとかですね、根拠もなく自分でそういうつくべ話を作って、そしてひどいだろうと、だから俺は動くんだよと、根本がないだろうお前はと、根本説明してみろというところはみんな共通してると。その大高正治、バカ者はあの卑怯者で、一番卑怯者です、あいつはですね。そんなものは持ち上げたりなんかするものも考えろというところを、言おうとして、なかなかとなってしまいましたけど、これで本当にやめます。ありがとうございました。